ーバーチュオーゾへようこそ。このコーナーは僕岡崎凛天が電波を通じて行うギターワンポイントレッスンです。さあ今日のお題はこれ。音を減らすテクニック。音を減らすのがテクニックなのか、首を傾ける向きもあろうかと思いますが、その前に一つ、お便りをいただきましてですね、それをご紹介させていただきたいんですが、京都から来ております。嬉しいですね。凛天さんこんにちは、京都の居酒屋ピンです。おろろろろ、早いものですね。あれから2ヶ月。そうです、僕行ったことがあるんですね。その説は本当にありがとうございました。先日スピリットダンス、アルバム購入して聴かせていただきました。やっぱり素晴らしい。ありがとうございます。時には力強く、時にはしっとりと、ギターが気持ちよく踊っています。車の中でゆったりした気分で聴かせてもらってます。気持ちよくて目をつぶって運転してしまいそうですが、ちょっと危ないですね。こんなアクセスした世の中で凛天さんのギターの音色は最高のご馳走ですね、というお便りいただきまして、本当に、京都という言いますからリアルタイムで番組を聞くっていうのはできないと思いますが、多分ポッドキャストあるいは、YouTube アクセスしていただいたんだと思います。ありがとうございますね。おまけにヒューマンズーのフードパーカーすごく似合ってますと、これもお写真あるいはフィルム見ていただいたんでしょうかね。京都の白馬瀬さんからお便りいただきました。ありがたいご意見、そしてちょっと運転に関してはこちらも心配してしまうようなご意見いただきました。またお便りお待ちしております。京都の白馬瀬さんありがとうございました。ということで、さあ、バーチョーゾの本題に戻りたいと思いますが、音を減らすテクニックとは何ぞやということですね。音を増やしていくというのは確かに、テクニカルな面、あるいはテクニックが必要だという部分多々あると思いますが、減らすのにどうしてテクニックが必要なのというお話ですね。例えば、音数をたくさん積み重ねていくということが、それだけ余裕がなくなるということなんですが、例えばコード進行アルペジオでまずやってみましょうね。G から E マイナーから C、まあこんな簡単な、巡回コードですね。G、E マイナー、C、D、これをずっと、弾き続けていきますと、このキーではまだそれほど、そうですね、荒さっていうのは見つけにくいんですが、同じ巡回コード、今度キーを変えて弾いてみますね。もう一音上げてみます。そうするとコードは A、F シャープマイナー、そして D、で最後にコード E という巡回コードになります。このように、記号がですね、例えばこのキーだと頭にシャープが3つつく、そんな記号になりますが、そういうシャープやフラットがつけばつくほど荒さが目立ってきます。つまりコードを変えるときに手を上げなければいけません。そして次のコードに行く、そしてまた上げる、で上げたまま開放弦を弾きながら次にコード E を弾く。これを繰り返していくと、例えばこういう風になります。コードとコードを変える間に必ず開放弦が入ってきます。そうすると、特にシャープやフラットが多くついた、キーのコード進行であれば、そのコードとは関係のない音がたくさん入ってくることになります。つまりこうきっちり音を埋めていくよりも、例えばこれぐらい間引いて次のコードに移る余裕を与えてやると、そこに関係のない、いわば気持ちの悪い音で埋めるよりももっと綺麗に聞こえるはずです。
ね、今僕が弾いた例では全くコードと違う音というのは入っておりません。それと同じようにですね、よくまあギターの弾き語りの方にね、よく聞かれる症状なんですが、ストロークの時にも、コードチェンジの時に、どうしても抑えないギターの開放の音っていうのを入れてしまいがちになります。例えば同じ、巡回コードでやってみますね。コード A、 F シャープマイナー、次は D ですね。このコードを変える合間合間に開放の弦が入ります。でこれはですね、聞いていて非常に、僕だけではないと思うんですが気持ち悪いんですよね。ここを弾くことをやめてですね、ここで止めて次のコードに移ります。この弾き方をすれば、コードチェンジの間に違和感のある音が入りません。でましてやフィンガーと違うのはストロークの場合はその数が増えるということですね。気持ち悪い音が増えてはたまりません。でここで一度、コードチェンジのための準備をして、これをね、かなり意識して、ギタープレイやりますと、自分にもそのコードとは関係のない、あるいはそのキーとは関係のない音の気持ち悪さっていうのがだんだん理解できてくると思います。ね、百害あって一利なしというその、いろんな関係のない音ですね。これらを減らすのも一つのテクニックかと思います。今日のワンポイントアドバイスはいかがだったでしょうか。このコーナーでは皆さんからのギターレッスンにおける悩み、ご相談お待ちしております。E メールでの問い合わせの方はお聞きの曲のサイトよりお送りいただけます。ファックスでのお問い合わせは 0438-20-2499 までよろしくお願いします。ギターの上達方法、初心者でもうまく聞こえる、小技テクニックなどですね。何でもギターに関する質問お受けしますので、ぜひお便りください。以上、ギターバーチュオーゾのコーナーでした。